が苦しめるのか。2022年5月の2つ2日午後5時の生放送がもうすぐ始まるのです。いつでも苦しみ悩みながら、それでも前に向かう。ということで、まあちょっとしたね、神業的オペレーションですよね。この画面を大きくしたり小さくしたりの操作と、それから音源をスタートさせたりね、音を大きくしたり小さくしたりっていう操作と、いろいろいっぺんにやるわけでね。今日はそうですよ、 Y さんが書いてくれたように、勝利者、勝利者といえばさっきの曲は小坂中。これなんかテレビの番組でやったんですかね。結構世の中に、広く知られるようになった歌なんですけども、まあまさに小坂中さんの人生をね、象徴するような歌だなって改めて思います。だから今日は小坂中特集パート2っていうことなんですね。男前になりました。ありがとうございます。嬉しいことをね、言っていただきましてね。それで、この間は、その、教会、キリスト教会の側から見た小坂中っていうことだったんですけども、その、セキュラーなシーンから見た小坂中っていうのでね、いろいろネットに載せてくれてますので、私にはまあ、疎い世界ではあるけれども、まあご紹介しようと。こういうサイトが出てまいりますので、見ていただきましょうね。ドンと。ドンとやって、ポンと左右に繰り返しもしないといけない。ドンって言ったよね。大橋巨泉のバリスドンみたいですけども、こういう特集がね、ございましたんでございますよ。特集小坂中ジャパニーズポップスシーンの司法。ね。で、小坂さんが、こういうね、粋なハットをかぶって、ジャパニーズポップス、ね、の司法っていうことですよ。な、ゴスペルだけっていう狭いところには入れておけない人。で、この辺ですね。ザ・フローラルからのメンバーからソロデビューへの道のりって、こういう、話ですね。これジャケットの写真なんかも入っておりまして、で細野晴臣が全面プロデュースした24年ぶりのスタジオ作での完全復活だから、ピューッとね、長い長い年月をですね、ちょっとこれがなんか出たから、ちょっと視聴版で聞こうか。だからこれは全くクリスチャンじゃなくってセキュラーベースの曲ですよ。これにしてもそうだしね。もうこういうの好きな人は知ってる曲なんだろうけど、僕なんて全然わかんない。でこれだけね、キリスト教の曲といえばキリスト教、これちょっと長い、この曲長い。アメージンググレイスですよ。アメージンググレイス、かなりね崩して歌ってますね。
うん。で、一番最後の曲は、You are so beautiful とかね、なかなか粋な曲が入ってるわけだ、全然私は知らないけどっていうことでしてね、これを今、ちょっと見たり聞いたりしていただいて、再び特集とは親切ですね。これはね、話のビッグさとしてはね、やっぱり2回特集でねやるっきゃないだろうって、こういう感覚はね、やっぱり長年編集者をやった感覚ですよ1回やって当たったらね、これね、聴取者数がね、こっちはわかるんですよ。誰が聞いたかまではいいねついてなかったらわかんないけど、何人聞いたかってのは分かって数字が出るのね。結構ね、一喜一憂してましてね、小坂中をやったらね、数字がドンと上がったわけですね。だからこれはやらないといけないなっていうことでね。で、ジャパニーズ、日本のポップスシーンの至宝ですよ。ね、もう宝の中の宝、ザ・フローラルのメンバーからソロデビューへの道のり、この辺ね、1948年に小坂さん生まれて、GS グループ、グループサウンズか、わわわわってやったね、のザ・フローラルのメンバーで、1966年デビュー。私が御年4歳の時ですね。しかし、2枚リリースするも不発。ああ、だって。で、新たにミュージシャンを集めて新グループ、エイプルフールを作る。この時のメンバーが、細野晴臣、松本隆。ね、細野晴臣って言ったらもう知らない人はないっていう感じだよね。超有名人物ですよ。で、その人にドラムを叩かせて、小坂忠がね、なんていうか、ボスでね、やって、たわけだ。その後それがハッピーエンドに発展するのは有名な話なんだって。それからディスコなどに精力的なライブ、ディスコですよ、ディスコね。さられない、さられない、ううさられない、あの世界ですよね。ちょっと外れてるかもしれないね。すごいね。エイプリルフールやったわけだ。で、1969年にアルバムを発表すると、すぐ解散。すぐ解散。その後、小坂はロックミュージカルヘアーへと進出した。で、1971年、作曲家の村井邦彦らが立ち上げたマッシュルームレコード。レコードのレーベル、マッシュルームレコードってなったんですね。よりアルバム、ありがとう。爽やかに恋をして爽やかに諦めて爽やかに泣こう、もちろんそれじゃないですよ。テレビドラマのありがとうじゃなくて、ロックの方のありがとうっていうのがね、知らないからね、こんな曲ですってね、モノマネしようもないよね。細野晴臣が全面バックアップしね、ジェームス・テイラー、キャロル・キングなどに影響を受けた、シンガーソングライター、前とした傑作に仕上がった。で、林達夫、松任谷正隆、松任谷由実の旦那だよね。この時のレコーディングメンバーを中心に結成された、フォージョーハーフを弾き、1972年、ライブアルバム、もっともっとリリース。だからね、これ知ってる人はね、そうだそうだ。私全然あなたの知らない世界ですから、もう記事書いてる通りに読んでるわけですね。そして、73年にはリズム&ブルースですとか、ゴスペルの要素を加えて、恥ずかしそうを発表し、徐々に実力に磨きをかけた。1975年最高傑作、
ね、ヒーローをリリースしたっていうことね。細野晴臣、鈴木茂、林達夫、松任谷正隆というティンバンアレーのメンバー。ティンバンアレーのメンバーって、あれ何のことの話だね。私にとってはね、全面バックアップし、ソウルやファンク、ね。さっきはリズム&ブルース、ゴスペル。それから、今度はソウル、だとかね。そういう、それからファンク、ね。を入れて、新境地。だから、小坂忠ってね、いろんなジャンルの曲をどれもすごく自分のものにしてね、ハートフルな歌として歌うっていうことですごくどうも知られてたみたいなんですね。今のヒーローは多くのミュージシャンやディスクジョッキーに影響を与え続けている屈指の名盤なんだって。その後も中小坂シングス1976年、モーニング1977年といったオリジナルアルバムを発表していくが、マナ娘、お嬢さんの事故って火傷しちゃったんですよね。それをきっかけにしてクリスチャンになった小坂は1978年日本初のゴスペル専門レコード会社ミクタムレコードを設立したね、ゴスペルシンガーへ転向しちゃったっていうことね。その後は教会の牧師になるなど、ポップミュージックの一線から遠のいてしまった。ね。一線から遠のいてしまった。だからジャパニーズポップの手法というふうに小坂忠を見てた人たちは、あ、忠さん、そんな偏僻なところに行っちゃったんだ。あの人は今状態になっちゃったんだ。ね、ゴスペルなんてやって、牧師なんてなって。というのね、感じがまざまざと出てる記事ですよね。それで24年ぶりってのは2000年に小坂忠が最前線に現れるが、これまでは何だったんだっていうことですね。だからね、日本のジャパニーズクリスチャニティっていうのは日本の文化にとっては裏道なんですかね。裏街道って言いますかね。ティンバンアレーの4人のうち3人が集まったティムパンの再結成でアルバムを作って、細野の全面プロデュースで24年ぶりのオリジナルアルバムピープルを出したね。この記事はこの辺までにしまして、今度ね、中さんの公式ホームページ、これを見ましょう。ひっくり返しをボンとやりまして、ひっくり返し、ドン！倍率。10倍、30倍、5倍、70倍、倍率、ドン！これが中さんのホームページね。やっぱりかっこいいですね、ミュージシャンのね。ちょっと待って。一番上から見せないとね。一番上がこんな感じです。ね。おさげてるね。私が逆立ちしても作れないようなデザインだね。で、こうやって見ていくと、最新の記事は悲しいことに、小坂忠追悼告別式の案内という記事が現れてくるっていうことですね。ここからずーっと見ていって、あれがね、まあ雑誌インタビューとかね、ちょっと待ってよ。これ全部やっぱり、出さないと。こうやっといて、ぐるぐるぐるっと小さくしたら、ね。うん。で、この次、その次を見ていくとね、ちょっと興味深いな。あれなんかまた同じになっちゃったな。前のところ、その前のページってどうやっていくんだろう。行った。行きました。それで2020年初め、ね、奥さんの高栄華さんと並んで新年のご挨拶。だからもう癌の治療を一生懸命やってるところ。で、友達、古くの友達は死んでいくしっていうようなご報告。メリークリスマス。それでね、すごいね、象徴的な、4度目の手術っていうようなね、記事がございまして、舞踏館で金婚式をやっ
例え派手な金婚式のね、武道館、俺も借りてやろうか。私たち夫婦は結婚50年を迎え、作詞家松本隆の50周年のイベントがね、そのステージで2曲歌うことになりました。入院してまだ1週間の僕をドクターはね、歌わせてやりたいってね、出してくれた。で、妻と娘が付き添ってくれた。せっかくの金婚式なのに何もしてあげられない。本当は記念に家族でイスラエルに行こうとね、話してたんだ。で、楽屋に懐かしい音楽仲間が次々と訪ねてくれました。だから、舞踏館で金婚式ってね、大を告げてるのは、あれですよ。その、そこに出演した、松本隆、ね、作詞家松本隆の50周年イベントが舞踏館。ね、そこで3曲、かねてから約束してた手術の後をね、本当は2週間ぐらい遊べないといけないのに、1週間にもかかわらず、ドクターがもう OK を出してくれて、で、楽屋にね、懐かしい音楽仲間が次々と訪ねてくれました。まるで私たちの金婚式を祝って、てくれているようでした。だからこれは小坂忠さんがまだこの世にいる時にね、自分で書いた文章だ。ね。50年前は本当に何もなかった私たちですが、新婚旅行は友人のミッキーカーチ夫妻の旅行に便乗して黒部に行った懐かしい話を書いてるわけね。50年経ってもあまり変わらない僕たちです。だって、で、仲間っていうことでね、その、若い時の仲間ともう一度こう、旧交を温めている。だからね、あれ、プレスリーだったかな？ね？あの人もゴスペルとかやるわけよ。で、年取ってきてね、仲間と一緒にね、俺たちももうそろそろ自分の人生終わりに近づいてきてるんだから、ちゃんとジーザスを信じてちゃんとやっていかないとなっていうようなね、プレスリーと友達の会話ね、これです。ここで音楽をねちょっと入れましょうかね、せっかくね。これをバックグラウンドミュージックに入れながら、私の顔が見えないのがね、もうこれはね、二と追うものは一と思えずだからね。これどの辺までやったらいいかな。まあこれぐらいまででいいのかな。こういう感じね。友達はどんどん向こうに行っちゃうし、バースデー、ワクチン接種だから中さんもコロナね、自由に歩きたいね、コロナで自由に出歩けない、ナレーションの仕事を初めてやったね。空飛ぶ音楽祭っていうのを小坂忠、ビギン、宮沢和志、高野宏とかでやりました。だからもう意欲的にね、がんなって何回も手術やってる中でね、だからまさにこの歌の通りですよ。勝利者はいつでも、ね、苦しみ悩みながらそれでも前へ進む。大学合格報告で、子供さんもね、自分より早く癌になったりとかね、非常にこの苦難っていうことが、チタン人工骨とかね、それでも、それでね、クリスチャン新聞タイムスリップ第2部にね、行っちゃいましょう。でね、サプライズして第2部もドン。ちょっと出しますね。この顔。この顔は若き日の小坂忠。年は今週は1800じゃない、1986年
ね、クリスチャン新聞12月一番年末号、クリスマス号ですよ。それの本とか CD の紹介、ちょっと待ってよ、これね、なかなかね、オペレーションがね、オペレーションがちょっと音が大きすぎるから小さくしようかな。さっきの小坂忠の顔が、あれ、小坂忠の顔に逃げられた。しょうがないなこれな。うわ、これなんか起こるんだよね、生放送ってね。生放送ってなんか起こるな、必ず。これね、結構ね、出すのにね、ぐるぐるぐるってやらないといけないんですよ。出るまで私の顔見せておこうかな。これ何が、なんだ、私を、何があなたを、何が苦しめるのか、何が喜びを奪うのか。だから悩ませたり喜びを奪うようなものがね、世の中にたくさんあるっていうことですよ。そういう小坂忠さんの曲ですよ。人生をここまで生きてね、その中で出てきた心境、勝利者はね、何も問題がなくって何でも自分の思うようにスッといく、それが勝利者じゃない。何が苦しめるのか、何が喜びを奪うのか、心の中にはいつでも嵐のような戦いがある。心の中にはいつでも嵐のような戦いがある。それに続いてね、勝利者はいつでもということですよ。さっきのね、記事がね、これね、22ページなんだよ。これがね、もうクリスマス特別増大号ですから、だからこれ、ね、スクロールしないといけないわけだ。ほんでこれね、サイドバーでブルーって一遍にもできないしね、すごい作りが悪いからね。ちょっと待って、ひっくり返し、ポン。拍手ですよ、小坂さんの人生に対する拍手でございますよ。で、この記事をね、見ますとね、あとね、8分ありますかね。8分しながら喋りたいと思いますが、出会いの死なんですかね。だから、このクリスチャンミュージックとして、まだ駆け出しっていうか、ちょっと今や日本の CCM、 CC レモンじゃなくって CCM ね、このね、若き日の小坂忠のガン首がクリスチャン新聞の編集室にはあるわけだ。で、小坂忠が書いた出会いの詩ね、出会いの歌なのかな。今や日本の CCM、 コンテンポラリークリスチャンミュージックの第一人者として目覚ましい活動をしている小坂忠を知る上で、もう格好の本が出ましたよっていうね、そういうこう本のご紹介の記事なのでございます。ミクタムレコードを設立し、数々のアルバムを手掛け、クリスチャンシーンでね、共に出会いのコンサート、出会いのコンサートってのがあったんだね。全国に多くのファンを持つ忠さんが今日までの主の導きを簡潔に、そして温かい心で語りながら明かししている。その次がね、さっきはね、セキュラーなシーンでね、小坂忠はね、ゴスペルとか牧師になるとか、そっちの世界に行っちゃって第一線を退いちゃったっていうね、まあちょっと辛辣とも言える。で、対するクリスチャン新聞、世俗の世界での音楽活動を続けていて、それまでキリスト信仰を考えても見ない生活の中で突然、娘の大やけどという事故を通して人生の暗黒と無力感を味わい、夏に奇跡的な癒しによって神の存在を自覚し、やがて夫婦揃って結
生活に入る。その次ですよ。しかし、長年の乱れた生活は簡単に変わらず、徐々に信仰に立つ霊的信仰生活へと変えられていき、クリスチャンアーティストとしての使命に目覚めていく姿は、そこに神の深い導きを感じる。だからさっきのね、セキュラーなね、音楽やってた仲間から言わせたらね、長年の乱れた生活、何言ってんだてめえってな世界だね。もう価値観のぶつかり合いっていうことですよね。それは簡単に、そういう生活の毒は抜けないってクリスチャン新聞ね、書いてるわけだよね。あら、セキュラーの人でクリスチャン新聞なんか読まないからね。徐々に信仰に立つ信仰生活に変えられ、クリスチャンアーティストとしての使命に目覚めている。そうでなかったら、クリスチャンアーティストとはね、認められないよって言ったことね。神への賛美としての歌は、やはりしっかりとした信仰の裏付けがなければ、歌の質や姿勢も根本的に異なってくることがわかる。人に向かって歌っていた人が神に向かって歌い出した時、あの出会いの詩が生まれてきたのである。ということでね、まあこれを記事書いた人がどれぐらい音楽のことを分かってるか知らないけど、その人の人柄、信仰、ことにクリスチャンの歌っていうことはね、その実質がなかったら歌の質や姿勢も根本的に違ってる。だからゴスペルミュージック流行ってるからって、全然その心においてはね、そういうキリストへの感謝とか信仰っていうのがないのに、真似だけね、すごくアメリカのクリスチャンミュージックって一つのジャンルとしてね、アメリカでは確立してますからね、あ、かっこいいじゃん、俺もあんな感じで歌いたいぜって言って一生懸命真似をしたとしても、それは似て非なるものということじゃないですかって、私たちから聞いたら分かっちゃいますよっていうね、そういうことを言ってるわけですよ。だけどその2つに分かれた道が分かれたまんま、中さん結局向こうに行ったままになっちゃったね、じゃなくって、2000年にね、もう親友の細野晴臣なんかがね、いろいろ助けてくれて、一緒にまた音楽やろうよ。そうだからね、さっきそのミクタムの公式のあれを見せたのは、そうそう、狙いを思い出した。記事がね、その教会とか信仰とか、またクリスチャン的なね、そういうことを小坂が書いてるのと全くセキュラーな音楽シーンのことですよ。それからそういう世界の友達のこととね、全く同じ平面に出てくるっていうことですよ。クリスチャンの部はクリスチャンの部ね、セキュラー音楽はセキュラー音楽の部、分けてじゃなくって同じ小坂中の中にずらららっとこう続いて出てて、だからクリスチャンとしての活動発言というのをセキュラーの世界の人たちが見てもね、あ、こんなん見せない方がいいかなとかね、見ても分かんねえだろうなとかね、こんなことを言ったら嫌われちまうかなとか、もう全然気にしないで、むしろそういう風に出てる方が、これがトータルの小坂中だよね。でそれを細野さんはじめ松任谷さんもね、なんかだんだんキリストクリスチャンっぽくなってきたね、小さい頃は神様がいてとかってね、すごい詩だよね、松任谷さん。だから若い、クリスチャンになってすぐも仲間には影響を、刺激をすごく与えてきたんだろうし、向こうに行っちゃった関係ない人ではなくね、心のつながりがあったってまあ伺えますよね。そして2000年にいよいよミレニアムだし、まあノリとしてはそんな感じでしょうね。歌を歌うような人はね、もうノリで、いや、やろうぜってなんかきっかけがあって、
盛り上がっちゃってね。あ、昨日も申し上げたようにビクター、それからソニーコロンビアから、そういう曲をね、新しいのをバンバンバンと、昔からの友達と一緒に出す。その中にはアメージンググレイスも違和感なく入ってる、そういう小坂中ワールド、ね、ですから神の国っていうのは、ね、どっか全然関係ないところじゃなくって、私の言い方をすれば世界ですよ。世界、全世界、宇宙、そしてね、そこにね、レイヤーって分かります？絵を描くソフトね、層があって、その上に次のレイヤーを乗せたら、そこにまた上から絵が描けるわけだ。そういう風にね、全世界に神の国っていうレイヤーがスポット覆ってるわけですよね。そして相互は不干渉っていうことではなくって、絶えず精霊なる神は全世界に人々にね、いろんな出来事を通して人の働きかけを通してね、語りかけておられる。モルジブの人には池間君を通して語りかけたし、先々週の土曜日に私がね、音楽のネタをやろうかな、クラシック音楽の、音楽の基礎を開いたら池間君の本だから、そこから全然予定も予期もしてなかった池間特集5回連続になってしまった。そういう精霊の導きですよね。そういう世界に私たちは住んでおり、そういう世界において小坂さんは生きた。それは勝利者はいつでも苦しみ悩みながら前へ進む、そういう生き方をしたのだということをね、私からの言葉として申し上げて、今日の番組を終わりたいと思います。それではお聞きになっている、皆さんに、天地をお作りになった、世界をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにとお祈り申し上げつつ、今日の生放送これにて失礼します。今週も1週間よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。随分と勝利者に励まされましたね。そういう人いるんだよね、苦しい時にね。